はい、皆さん、こんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、折り紙ペイお得な100円オフクーポン、使えるお店追加情報などということで、今回は折り紙ペイに関しての情報がいくつかありましたので、そちらについてお伝えをしていこうと思います。今回お伝えすることは大きく分けて2つありまして、まず1つ目っていうのはクーポン情報ですね。折り紙ペイ100円オフクーポンということで、有効期限は6月の30日までの今月いっぱいまでとなってます。そして使える店舗を折り紙ペイが対応している店舗全店舗で使えるということですね。あと気をつけてほしいのは、このクーポンに関しては500円以上のお支払いで使えるということなので、そこだけ注意して使ってください。そして使うときは下のクーポンを使用してお支払いというところをタップして、スキャン支払いもしくはコード支払いを選択して決済をすれば大丈夫です。でちなみにこれは視聴者さんからのコメントで教えていただいたんですけども、もしかすると住んでる場所や地域によってはこのような折り紙ペイのクーポンが、まあ、来たり来なかったりするという場合もあるかもしれないので、まあ、そこを気をつけていただければなと思います。次に2つ目ですね、使えるお店の情報なんですけども、こちらのツイートを見ていただければと思います。まあ、読まさせていただくと、折り紙ペイの公式のツイッターからで、家電量販店のお買い物にも折り紙ペイをということで、本日からビッグカメラ小島ソフマップの計233店舗で折り紙ペイの提供をスタートします。さらに6月の12日水曜日から導入店舗対象のキャンペーンを予定ということで、詳細は後日ツイッターでお知らせします。お見逃しなくということですね。まあ、すでにもう使えるようになってるみたいなんですけども、さらにキャンペーンもあるということでしたので、もしですね、その今月家電とかを購入される方がいらっしゃれば、まあ、ぜひですね、折り紙ペイ活用するのもいいのではないのかなと思います。ということで、今回の動画いかがだったでしょうか。100円オフのクーポンとビッグカメラなどで折り紙ペイが使えるようになるということでした。最近の折り紙ペイの印象としたらですね、とにかくまあ使える店舗とか対応する銀行というのがすごい増えてきてる印象があるので、まあかなりこういったことはまあこれからも加速しそうだなという印象でした。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あとツイッターもしてますので、ツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。